秘密の刃で一緒みんな鬼になるんだよ、ほんとに。なんか4人になるとみんなの笑顔が見えたらそれで。セガノソリトです。どうぞご覧ください。今日も2丁目に来ました。2丁目アラート、イエイエイということでね、今回も、お姉ちゃんに出てくれた、ゆうたくんがやってるですね、バーコネクトにやってまいりました。行ったことはありますか？ない、私初めて。あ、ほんと。昼からね、またここもやってるみたいなんで、まあどういう感じなのかを探っていきたいと思います。で、お酒を飲んでいきたいと思います。帰ったら速攻寝たいと思います。そうですね。で、早速行ってみましょう。新宿コロナウイルス、ウイルスのやつもね、スタート入っていきたいと思います。おはよう。ゲイバーあるある、一回閉めるやつ。いらっしゃい、おはよう。いらっしゃい。はい、よいしょ。どうぞ。おはよう。ありがとう。あ、ポイトクです。おはよう、ありがとう。ということで、バーコネクトに来ましたけども、ママのゆうたくんでございます。よろしくお願いします。年間ぶり。なんか小腹っていうことで、その翌朝でも焼いてください。あの、本日のメニューは、あの週末だけ営業してるんですけど。あ、週末だけなんだ、今は。そう、サムギョプサル。そう、サムギョプサルの、あの、野菜炒めと、あと中トロユッケと、あとそう、ピリ辛もやしナムルを今日は出してる。だからみんななんかご飯も食べれて、お酒も飲めるよ、みたいな。まあ、一応ゲーマーっていうことで、お酒いただこうかしらね。じゃあお酒を、じゃあすいません、指原フィーチャリング。指原フィーチャリング違うね、違うね、違うね、こっちこっち。すいません、マリマッシュとフィーチャリング指原から荷物でいただきます。ありがとうございます。これくぞ、米米せーので、ズッキーいただけます。初めて聞いた。これズッキーン。実際これ一番最初はいただきまーせーのコネクトみたいな C のマークだったんだけど、なんかそれを聞いてたお姉ずかそうやってたんだけど、お客さんがそれダサいよみたいな感じで言い出して、ダサいよ。しかもね、新規のお客さんが来て、ダサいから買えなって言ったら、何がいいって言ったら、いや、コネクトコネクトせーのでズッキーンでしょみたいなって言われて、ちょっとやってみようかなって言ったら、意外となんかそのまま。でも、あの、コネクトさんのジャパンはすごいですよ。あの、高いやつですよ。金分が、ね、もちろん本当に自分がジャパンが大好きで、戻るけどさ、やっぱなんか、なんだろう、カットしてなければ分かると思うけど、2丁目でやっぱサッシーの方が主流なんですよ。サッシーフィーチャリング、サッシーの方が伸びるから、俺らなるほど。なんか風吹かせてくるよね。お邪魔します。全部全部、こちら側に。確かに。聞いたサッシーフューチャリングだから。フューチャリングで。もうついにサッシーチャンネルがなんか出るんじゃない？すごいな、満足そうになる。今多分カメラの裏側でわかんないですけど、今指原こう足組んでタバコ吸ってますね。割り物ロックで、ロックで、ああ、もう本当に助かるわ。原価もかからないし、ね、足水で、水で、早い、冷静なんで。私じゃあ、あの、雑に、みんな笑わない。ね、ロックじゃないでしょ。素直になりなさい。ねえねえ、ミニオン、かわいい。でもね、俺ね、前回さ、お姉さん出た時に達也に言ってたよ、ちょっと太ったよねって言ってたんだけど、痩せたね。マジで？いやいやいや、さらに太ってるわよ。 XL でしょ、アメリカンサイズそれ。ちょっと待って、マグロナムル、もやしナムル、マグロユッケ。これもね、食べ放題？食べ放題、無料無料。全部好きなだけ食べてくださいって。なくなったらどうすればいい？なくなったら、もう閉店よ。なくなったら酒飲んどけってなって。これ自分で作ってるんだ。あ、もう自分でも。いただきます。うまい。すいません、お待たせいたしました。どうぞ。おいち、パッチャン、おいち。ねえ、ミニオン。あっ、ねえ、ミニオン。最近買った9000円のコス。かわいい。かわいいでしょ、ほんまに。ナイキ。ナイキだぞ。ちょっと食レポ見たいかも、2人の。しないしなかった。おいしい。早い。早いの。なんだろう、なんだろう。ユッケ、ユッケ、中トロユッケです。おいしい、おいしい、おいしい。なんかお酒の進む味だね。はい。マザーボックス。ほんとになんか、うまい。飲めるわ、これ。どうですか、でも、この
緊急事態宣言なので、でもやっぱり人は減ってて、いまだにやっぱりその自粛してる人とかすごい多くて、うんうんうん、多いからなんか、でもお店をやらなきゃちょっと難しい部分もあって、だからまあ、今はもう土日だけ営業みたいな、だから昼間は一応営業というか、ちょっと感染対策さえしてれば大丈夫みたいな感じになってるから、一応営業はするんですけど、やっぱりでも厳しいですね。厳しい。何時からオープンは？うちは12時から19時まで、もう完全にそこで。だからもうこれもなんかもう趣味みたいなもんよ。もうなんかみんなでなんか美味しくちょっとね、なんか気にしてたものなんか食べて、まず始めよう。なんか知らないけど、なんか宅飲み感あると思う。あ、うちは本当にみんなでもそんな感じ。サッカー見ちゃった。ラグビーな？ラグビーな。じゃあ乾杯しましょう。あ、いただきまーす。乾杯。乾杯。あ、てか明けまして。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。いただきまーす。お酒だわ。でもやっぱ何時くらいから来るの？やっぱり6時、18時。やっぱり6時なんだ。18時に混んで、19時でみんなテンションマックスになって、でももう閉めるみたいな感じで。みんなでもさ、どういう飲み方するの？その1時間でテンションマックスになるみたいな。あ、もうみんなあの飲んできて、あー、なるほどね。うちが意外と2軒目、3軒目の人もすごい多くて、それでなんかもう、バーンみたいな盛り上がって、じゃあ今から飲むよっていう時に、あ、もう7時だから盛り上がってるもう閉めちゃう感じ。お会計です。だから、気も変な感じするね。うん、バーって盛り上がって、なんかこれからよし稼ごうっていう時にね。あれは鬼滅の刃と一緒、みんな鬼になるのよ、ほんとに。なんか夜になると元気になった強欲やなれるよ。ちょっと二日酔いの顔みたいな撮ってるんですよ。うんなんか見てて思うわ。売り上げは減った？売り上げ？売り上げ！いや、売り、あのね、うちはね、売り上げとかじゃないの。みんなの笑顔が見えたらそれでいい。あ、そう、あんた言うたわね。そうよ、もう絶対来る人。まず何？その先は何なの？みんなが楽しければそれでいい。でもあれだよね、従業員さんも働ける場所があるからまだいいよね。もう無理やり働かせるみたいになるんだけど、なんならもう一人でもねやりたいぐらいなんだけど、ほら一人寂しがりだからなんだかもうね、お願い恥ずかしいのよやっぱり。ずっとだってサメが焼いてくれてるから。あ、完成しました。ありがとう。ありがとう。すごい。なんか普通するんだよ。どこに持っていくんだよ。腹が中にこのまま出るかも。さっきなんでさ、すぐうちらを気づいたの？え、着いた瞬間だったからマジびっくりした。なんか、でもなんか、ちょっと臭かった。ちょっと吸おうと思って、パッと見たら、いたと思って。サッシがやっぱ分かりやすいんだよ、あの色が。やっぱサッシだよね。ブイブイ言わせる。今サッシーになってきてる。もうサッシーさえ知っといたらもうなんとかなるから本当に。本当にだから多分ここもさ2丁目行ってるからだけどさ、もう私よりは絶対行ってるもんね、2丁目。私たちやり方も飲んでると思うよ。いやいや、達也の方が飲んでるよ。あ、じゃあさすがに。あれ多分だって3ヶ月ぶりぐらい。緊急事態宣言中だったから。このまた見たけど。サムギョプサルってうまいよな。でもあのね、韓国料理大好きなの分かる。さっき歩きながら焼肉食べたいって言ったら引き寄せるよね。引き寄せの法則。恋愛の恋愛。今ね、もうなんかね、なんかこうタイプの子が来るじゃん。もう彼氏かなって思っちゃう。ポジティブだから。だから、ハッピーな飲み会。今いっぱいいるの彼氏が。どうしようみたいな。だからでもそれポジティブに生きようと思って。その関係性が寂しくなる。マッキーだよ。そうなの。人といないと絶対ダメだから。休みの日でもお店に来ちゃう。俺最近ね、そうセカストでコメントをよく見てる。あ、動画見てるんだけど。コメントもよく。セカストって言ってるじゃん。コメント欄めちゃくちゃ見るんだけど。めちゃくちゃ勇気が褒められてる。なぜか。なぜか。なぜか。マジでなんか、ゆうきさん、なんかどんどん綺麗になってくる。いいじゃない。この人はなんだみたいな感じのコメントがすごい。そうなんだ、私なんか。コメント見ないようにしてるの最近。最近確かにすごい綺麗になったから。どちらかというと、達也がなんかあの、なんかバラエティー枠、ゆうきちゃんがビジュアルアップみたいな。いや、でそれ自覚した方がいい、絶対自覚。ちょっと待って。私、バラエティー枠なの？ね、あの、多分みんな思ってるよ。
私にあのセカンドストリートのイケメンの方って思ってるんだけど。いやだからイケメンの方だから本当に裏話したら、なんか、うん、あの冗談か本気か知らんけど、うん、始めた頃とかってでも事務所が勝手になんかイケメンをね、うん、YouTuber っていうのを勝手にするわけだ、肩書き、まあ、そう肩書きを自分ら別に自分とかはそう思ってないけど、そしたらなんて言ったって思うこの人、あイケメン YouTuber のイケメンは私だけなんだよとか言って当時言ってたから最初何年前ぐらいの結構2年前ぐらい相方ですよ、ね、待って、じゃあ2年経ってどうですか。まあそうよねイケメンユーチューバー、あ、イケメン俺ユーチューバーのイケメンの方と馬ですってずっと紹介してた。言ってた言ってた言ってたのに今もうなんか私はコメント見ながらざまあみろと思ってた。え、でも私はやっぱりでも綺麗だな、やっぱゆうきちゃんだと思う。でも基本が綺麗になってくよね。うんうん、私も思うもん。お美しい綺麗さ。ね。いやいや、そんなことない。違うの、私らはそうやって上げといて、またね、なんか落ちた時が楽しみだね。気をつけまーす。化粧のレベルが上がったんじゃない。あと一時期なんかもう仕事もあったし、なんか すっぴんがずっと続いて、髪もなんかプリンでみたいな。そうだね、そうそう、今はさすごい髪も常にメイクでしたり、夜をやめたから、ほぼやらなくなったから、それで多分変わったんだろう、むくみがほぼなくなったりとか。私もこういう髪の毛して、なんか私もこれ塗ったらいい感じ。いやだ、多分ね、あとパテみたいにこうなんかコンクリートの中、そうやってやったほうかな。アスヤの顔だと韓国系のメイクはなんか、なんか、うん、うちなんか LDH 系だね、本当に。わかんないわよ、私もしかしたらなんか何、パなんだっけ何全部出てきてないじゃん。待って、でもね、年齢重ねると本当に言葉って出てこなくなるから記憶障害。 あれのさ、あれがさ、とか言ってなんか何でもわかんないみたいなね。なるなる、私それ球体に呼ばれてるからね。え、なに笑うところだよ。え、笑ったの。だからこういうもともと顔の形がこうだから、やっぱ見とると丸顔になっちゃう。顔につくんだよ。わかりやすくなるね、わかりやすい。前回お腹すごく、え確かにあのねずかさん、ああ見た、私も感染対策しながらやっちゃおうかしら。タツヤのお腹チェックで前回一回触ってるからすごい分かるの。でも最近走ったりしてるらしいから、ランニングとかも。なんか編集がもうある程度済んだやつをさ確認で見るんだけど、なんかの動画めちゃめちゃお腹目立ってたんだよ。あ、別に全然全然普通。いやいや、へこましてんのよねえ。いい叩き方だね。中はもう人のこと言えないね。やばい。いや、ね、さす、まあ、な、何、みんな何今さす。何で私のお腹言われたわけ。もう触らんでもらう。だから、ね、私もセカピボだから、セカピボの人でさすのこともみんな認知してるじゃん。だから、あの、まあちょっとふくよかかな、みたいな。ってか私オブラート包んだんだけど、ね、間に挟んだよ。なんかまだギリ100キロ行ってないからね。デブではないろ。いや言ってたもんね、あの100キロ行かないんだよね。そう、まあ、あの話はいいよ、また。うん、体型を維持するのってなかなかできないから信憑性ありすぎ。本当に緊急事態宣言ってさ、その休み内でお店のさ、そのリニューアルしてたって言ってたじゃん。それ以外のプライベート何やってたの？そのプライベートの時間は。プライベートの時間は、でもお店の中もやることだけバーってやって、ちょっと最近ハマったのが、あのちょっとポケモンカードにハマっちゃって。うわー、出た。僕は遊戯王。あ、遊戯王。昔遊戯王のラストデュエルにハマって。やば。めちゃめちゃやってた。初めて1ヶ月で。7万ぐらい使ってる。もう箱買いして、あ、もう同じ同じ、はい、買って当たるまで。でもね、抜けてるよねカードに7万円って。わさせー、俺タイプがやっぱお金持ちなんだよね。1、2ヶ月ぐらいの1ヶ月ではないぐらい。2ヶ月ぐらい7万円は使えないよ、私金タイプね。金持ちがタイプなんですだからさ、飲みに行かないじゃん。そう、自粛で飲みに行かないじゃん。で、言うたら飲みに行ったら多分2ヶ月で7万以上使ってると思うわけ。ああ、普段だったら、普段だったら、うん、でもそれをお家でカードゲームして時間も潰せて7万で済むだと安くない？まあだけどカードに7万円は稼いでもYouTuber ってやっぱ夢があるね。いやいや、マジでヘッダーにこれで夢持たせて、あのちっちゃい子とか YouTuber になったら痛いに合うぞ。新年の目標ってあるじゃんか。それを、去年の年末、2020年の年末に考えて。何だったの？潰れない。お、あ、まだまだ守られてる。1月3日で終わっちゃって。だから、あんまりなんか本当に3日坊主ってこれよね。だから、あの、やっぱ
ちゃんと叶えれる抱負みたいなやつを、それこそ3つ用意するとか。もう決めた。もう決めてます。でも今年はあの人に優しくする。うん、大事。あと人の悪口を聞かない。聞かない。聞かない。言いたくない。誰も入れてから。じゃあそれは紹介してもらってみたいな。あとはこの間見たら、今やっぱお酒飲みたい感もなんか一番叶えるそうでしょ。でも私人の悪口が一番楽しいけどね。やっぱりあの話のネタとしては一番盛り上がるよね。噂話じゃない、ね。私も好きだ。好きだけど、うん、悪口っていうか噂話。じゃあ達也の噂話。大丈夫。もう噂じゃなくて全然違うものが出てくるから。漏れてる。何あなたは目標3つかけるとしたら、遅刻をしない、うん、ああそう、もう守れてる、守れてる、ここ最近はね、守れてる、え、今年は守れてる、2020、うん、あ、じゃあ全然満足ちゃんとやれてる、ね、遅刻をしない、はい、あと、自粛をする、メイクがあの、あれ、ほら、彼氏を作る、ライトアップしとく、叶えれることにしてって言ったから、ちょっと全部無理したんだ、ちょっと待って、まあまあ遅刻はまだね、まああれかもしれないよ、ちょっと待って、彼氏ができない僕のイメージの人なんのかな。でもあのセカプトからすると、多分みんな持ってる、達也はそういうのは多分みんな求めてない。だからゆうきちゃんに彼氏ができたらみんなちょっと待って、いやーってなるけど、達也が彼氏、達也彼氏は嘘でしょ、そんな感じ。それこそあの CA が叶えれるやつで彼氏を作るってやったらみんなでも足でやったな、でも叶えれない。え、だから2021年、こうご期待ということでね。そうですね。え、じゃあ、え、ゆうきちゃんはどうですか。なんだろう、叶えれるやつでしょ。叶えれるやつ。意外とこういう時に特殊なの、ちょっとなんかゲイ…特殊なのよ、そう、なんか、ゲイっていうの、なんかこういうのってあるんだけど、またなんかちょっと別の…わかる。あ、そこなんだみたいな。なんなのね、ダイエットダイエットはしたいけどね、叶えれる自信がないよね。じゃあちょっとぼっちゃりしてるのが可愛い。言ってみて、ちょっと。あの、叶えれる、叶えない、あの、なしにしてね。もう、返しようっつって。ダイエット。すいません、高野さん、高島さんからリモートでいただきました。ありがとうございます。コネクト、コネコネ、せーのでズッケ、ありがとうございます。もちろん突然コールが入ることもあります。ごめんなさい、お話の最中に。誰が一番最後。あ、骨削り。骨削りってね、削りたいのよ。もうそれ以上どこをするの、顔の、あの骨を削りたいんです。どこら辺、ちなみに。もうここをこう縮めたいの。あ、じゃあここ、もうここも、だここをくり抜きたいよね。ゆうきがもう達也の唯一無料で何でもいいから整形するってのがどこっすね、達也の顔で。これないと思うんだよね、別に達也の顔で整形。老朽人よりも顔じゃなくて、お腹の顔も顔も顔も顔しよう、私もそれしたい。はい、ということで楽しんでまいりました。ちょっとお店の方がね、混んできたんで外でのエンディングになるんですが、ちょっと早めに、はい、皆さんぜひあの昼の12時から19時までやってるみたいなんで、まあコネクトぜひ行ってみてください。はい、場所とかはね、概要欄に書いてありますので、うん、皆さんチェックしてみてくださいということです。ガイドスリーの達也とゆきでした。バイバーイ。意味わかんない。